今回まあ地元で G1 があるということで、はい、茨城から6人出るわけですよ、はい、実は一番やっぱ注目は吉田純平じゃないかと。いや、そんなことないですか。結構皆さん言ってますよ。あと結局もちろんその若い人もいて、はい、その上の人もいて、その中で吉田さんとか一致っていうとね、はい、一番こう求められるものもあるかな。まあそうですかね、はい、準備はどのように。まあ今年初めからもうここに向けてっていう気持ちはあったんで、まあ直線落車もしたんですけど、まあでもそれまでには一応準備はしてきたのがあると信じて、しっかり今回それ頑張りたいですね。怪我はひどくはなかった。そうですね、まあ骨折れたりとかしなかったんで、まあそれが幸いだったんで、まあしっかり走れるんで頑張りたいです。まあ、強い気持ちで攻めるタイプですし。そうですね、まあ、ほぼ気持ち一本だと思ってるんで、まあ体っていうかは、まあ気持ちでしっかり勝負したいなと思います。メンバーは早めにこの反抗になる形でしたけど、はい、イメージはどうですか。まあ、まあこういうイメージもあったんで、まあ、そういう、まあ、気持ちの分でも、まあ、準備はできてるかなっていうのはありますね。決勝戦に吉田純平がいて並びをどうするのかを見たいところがすごくあって。そうですね、まあ、自分も、まあ、今年1年そこを目標にしっかりやっていきたいんで、まあ、初めですけど、まあ、最初からその、まあ、そういう準備もしてきたんでしっかり頑張りたいです。本当これからの関東の中心になってほしい、はい、本当存在だと思うんで、はい、今回はそう、まあ、自分も頑張れば、まあ、みんな相乗効果でみんな頑張ってもらえるし、まあ、上の人も頑張って、まあ、それも自分もそれで頑張れてるんで、まあ、一緒になって頑張ればいいですけど、全力尽くして、はい、頑張ります。ありがとうございました。